夏休みもあと少しですが、まだまだ夏を楽しみたい、アウトドアを満喫したいですよね。そんな皆さんにおすすめなのがこの図鑑です。川島明の暮らし一押し。今日ご紹介するのはこちら、冒険図鑑です。冒険図鑑図鑑ですか。もうこれを手にするだけで私なんかキューンとした気持ちになるんですけれども、ほう、というのは、はい、これ最初の発行がですね1985年、ほう、私が小学校2年生ぐらいの時なんですね。はい、はい、何を隠そう、私大東アドベンチャークラブ出身でしてどこそれどこ大東大東大東にあるんですね。冒険大好き少女だったんですよ、子供の頃。はい、小学校の時から毎月ですね、はい、1回その生駒山に登ってキャンプをして帰るっていうクラブに入ってたんですけども、めちゃめちゃアウトドアですよ。そうでしょ。でその時の愛読書がなんか家の本棚にあったんです。この本なんです、うんうん、中でもこれ未だに私この本の影響なのかなと思うのがザックの詰め方っていう。ザック、はい、はい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 、まあ、荷物はこういう風に詰めていきましょうね、うん、重さ的には、まあ、重いものは上に入れてとかいう。私は荷造り大好きなんですよ。これは間違いなくこの冒険図鑑の影響だと思うんですけれども、こういったものも、これはね、あの子どもたちの修学旅行とかにも使えますよね。あと今の時期だったら夏の大三角形を探そう、はいはい、いいですねこれね。夏休みの宿題にも使えるというものですし、うんね、あとあの私がすごい好きやったページ、うん、私らしいなって思うと思いますよ。何何、えテントの中の整理の仕方きちっと収納とか片付けとか、これワクワクしません？あ、うん、ワクワクは、まあ、好みがあるかもしれないけどね。だからこの明かりはこうやって設置して、トイレットペーパーはビニール袋の中に入れてこうやって枕元に置きましょうねとか、はあ、でいろんなものがあります、はあ、草花遊びもあるし、はい、これね、あの子供が生まれて思うんですけど、私たちっておじいちゃんおばあちゃんたちから遊び方って教わるんですけれども、私たちとか今のお父さんお母さん世代ってあんまり昔の遊び知らないから教えようがないんですよね。確かに。だから子供たちが遊ぶための大人たちのバイブルにもなりそうな感じがいたします、うんうん、今日はですね、はい、せっかく大人2人集まりましたので、はい、楽しいご飯料理、この中から一つ作ってみたいと思います。ということで材料用意いたしました、はい、これは何なんですか、はい、これは洋風寿司を作るみたいです、うん、洋風寿司、ね、あ、書いてますけれども、ね、ここですね、洋風寿司、はい、はい、これ入れます。入れます。あ、もうすでに美味しそうやわ、ね、これ美味しいわ、ほぐし身ですな今のとこ懐かしの猫マンマみたいになってますけど、あ、うんうんうん、はい、ええ感じ。これにきゅうりを入れて、キャンプ場やとね、はい、パッパッパッと手早くやるのが大事ですからね。うんうん、いきます。はい、中で中で、ほう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 、おお、いいですよ。2つぐらいでいいか、うん、いいですいいです末成由美さんに怒られそうな料理になってませんおいしおまさん、よろしくお願いします人気番組ですからね、はい、どっとあ、よよ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 たっぷりって感じ、来ましたね、たっぷりやから、たっぷりだけど、たっぷりだね。塩コショウ、いや私レモン大好きなんだ。これあったの、あ、それで一生懸命お箸で、はあ、ああああああ、キャンプ場ですからここ。そうですね、アウトドアです、アウトドアです。はい、うん、あっという間にできました。イエーイ、では試食タイムでございます。はい、先どうぞ。あ、いいですか、はい、ほなちょっといろんな意味で先どうぞここキャンプ場やと思って食べてください、ね、そうですね、キャンプ場やからガツッといきますわ、はい、なんかこうね、お箸はどうなんじゃなくてキャンプ場やし、はい、なんかアウトドアです。暑いな、暑いですわ。
テントもやっと建てれたし、うん、うん、おうおうこのまえ？おいしい。本当に？いけるいける。ちょっとなんか回らなかった？あのもうちょっとレモン足してもええぐらい。それぐらい？うん。レモンのねさっぱり感がめっちゃあってええねんけど、もうちょっと足してもいいと思う。おいしい。うん。うん。うん。さっき酒缶開けた時ちょっと臭いなと思ったんですけど、うんうん、レモンでいいバランスになってますね。臭みを消してくれるんや。うん、おいしい。ご飯炊く以外一切火を使わずこの一品ができるんですよ。あーそうですね、こういろいろ入れて混ぜただけですもんね。言うてみたらこれ食欲ないおじいちゃんおばあちゃんにもいい。特にあの夏場の暑い時とか、うんうんうん、さっぱりして、これはあのほんまに美味しいですわ。すごい、うん、さすが冒険図鑑。レシピの質も抜群でございます。それを思ったらほんますごいですねこの本。いろんなことが書いてて、ね、大人も子供もあの生きる術がここには詰まってると思うんです。アミさんのバイブルですね。めちゃくちゃおすすめです。というわけで番組の最後には素敵なプレゼントのお知らせもございます。以上アミル一押しのコーナーでした。